ックサッカーアカデミーのメンバーでございます。ノーミルク佐藤でございます。皆さんよろしくお願いします。さあ今日のテーマですけれどもこちらでございますね。ドンドン移籍決定会です。安井拓也&長友佑都&ヴィッセル神戸&町田ゼルビア編。いやー、はい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 。ということでですね、6月29日の朝にですね、ヴィッセル神戸のミッドフィールド安井拓也選手が、町田ゼルビアへの移籍がまあ決まったということで、ね、完全移籍と。そうなんですよ。で、下部組織でも小学生くらいからずっとね、神戸でやってる選手ですから、はいはい、完全移籍でっていうのはちょっといろいろびっくりしたんですけど、いろいろそこ、いろいろ深掘ってみたら、ああ、なるほどね、こういう理由かってことがいろいろ分かりましたと。そこには深い理由があったと。はい。そして、なんでじゃあ町田に移籍するのか、これも私探ってまいりました。さすがでございます。そしてもう一つ今噂があって。はいはいはい、聞いたら面白いんだよな、最終的に。ありがとうございます。はいはい、まあ、噂があるのが、マルセイユの、まあ、日本代表長友佑都選手に、年俸2億円のオファーを、神戸が出したと。神戸が、はいはいはい。まあちょっと獲得の可能性はすごく低いんじゃないかなと思うんですが。あ、そうなんですか？なんで狙ったのかなってことも、やっぱね、データって嘘つかねえんだなってこと思いました。改めて、はい、データ丸先生が改めてそう思った。なんで、はい、なんでそういうことが起こったのかっていろんな理由、はい、解説等々をやっていきたいなと思いますので、はい、本日皆さん、よろしくお願いします。と行きたいんですが、先にちょっとこちらだけポイント。はい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 、あの、ミルアカがですね、どうやら6月の末から7月の頭はたくさんちょっと、いろんなライブ配信やりますので、ちょっとそれをお伝えいただければと。そうなんですよ。リモートチアラーのね、イベントちょっとやりますので、また7月の2日の ACL 川崎戦、7日の ACL 名古屋戦、プラスあとは7月4日日曜日の J1 の清水大分戦なんてこともやりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。楽しみですね。これあの、リモートチアラーってアプリでね、はい、みんなでこう応援できるという遅延もなくね。そうなんです。同時視聴配信なんですけど、リモートチアラを使って、よりハイクオリティにやるというね。はい、はい、そんなイベントで。よろしくお願いします。参加してください、ぜひ。はい、チーム関係なくてもいいんでね。そうですね。みんなで、ミルワカっぽくね。みんなで、みんなで、日本代表を応援するような感じでね。みんなで見よう。はい。お願いします。ということで、こちら行きましょう。はい、うん、まずは、神戸のいろんなデータ、なんで安い長友こんなことが起こったのか伝えていきましょう。こちらでございます。はい、ドンと。はいはい、まずちょっと神戸の最近のデータをいろいろ整理していきましょう。はい、こちらのグラフでございます。はい、これ見方がありまして、うん、横軸の方が、1試合あたりの平均得点のグラフです。はいはいはい、で縦軸の方が1試合あたりの平均失点のグラフです。うんうん、なんで得点の方は右に行けば行くほどいいし、はい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 、で失点の方は少なければ少ないほどいいので、うん、まあ、上に行けば行くほどいいと思っていただければ。右上が一番いいってことね。そういうことでございます。で、これ2015年以降のものをまず持ってきたんですが、うん、はい、まあ、2015年がこのね、あの真ん中付近からまあ始まってるよって形ではあるんですけど、そこから一回下の方に行っちゃったんですね、うん、全体的に言うと。あ、右下の方とか。だから得点は増えたんだけど。67。はいはいはい。そうなんですよ。うん、得点は増えたんだけど、直近2年間、2019年、2020年なんかは、まあ、得点はまあ、やや右の方には進んでたんでよかったんですが、うんうんうん、失点がめちゃくちゃ増えちゃった。なるほど。うん。はははは。ただ、それが2021年、今年、あ、本当だ、上に来てるんです、ね。めちゃめちゃいいですね。そうなんですよ。はいはいはい、で、今、古橋さんとか今、爆裂に点取ってるじゃないですか。うん、うん。要は、上に来つつ今、右の方に行ってるんですよ。なるほど、一番いいやつは。そう、水色ラインに今入っててるよってのが今出ているわけです。うん、そして、もう一枚こちらもご覧ください。はい、ドンと。今度はこれ得点というか、あの攻撃の方のデータだけ、まあ、ざっくりしたものを持ってきたんですが、これあの、はい、また横軸、縦軸あるんですけど、はい、まず横軸です。うん、横軸は、シュートの成功率になります。シュート成功率、はい。なんで、まあ、右に行けば行くほどいいよって状態ですね。で、縦軸がチャンスを作ったよっていう率ですね。うん、なんで、上に行けば行くほどいいよって形ではあるんです。うん、なるほど。で、これもやっぱりイニエスタ選手とかの加入で、うん、もう一時期そのね、数年前に比べて、5年前、6年前に比べて、やっぱ上の方に行くようになってた、2019年、2020年。多分その2018に隠れてるのが15と16なわけね。そうなんですよ。あ、16、17、あ、17、15か。はい、はい、はい。なんですが、うん、あの、やっぱり上に行けば行くほど、ただ残念ながら、まあ次のページでまたお見せするんですが、ディフェンスの方がちょっと失点が混んでしまったってところがあったんですね。うん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 、で、それでどうやら神戸としても狙ったのが、もうできる限りその、チャンスは作れなくてもいいというか、はいはい、ただしっかりそのチャンスを決め切ろうじゃないかっていうスタイルにちょっと切り替えてきたみたいなんですよ。はあはあ、どうやら。なるほどね。
その結果、なんと今、歴代数年間の中でナンバーワンのシュート決定率になってまして、でこれ呼び起こしているのが、やっぱり山口蛍、イニエスタ、サンペール、古橋亨梧。このあたりにどうやらなってるんですよ。で、面白いのがね、まあさ、皆さん。はい、これ、この2015、6、78とか、だいたいね、横並びとか、だいたい同じぐらいのところにいたりするんですけど、やっぱね、イニエスタ加入後とか、サンペール加入後とかが、データがだんだん変わっていってるんですよ。イニエスタさんは、2018に来たんだよね。の後半からだったんですよ。あ、なるほど、なるほど。なんで、主にこのデータが反映され出したのは2019からだったんですよ。なるほどね。あ、そっか。あのね、神戸は、ミラーカのあの通信簿シリーズでやってるあの年末のやつでいつも言ってるんですけど、はいはい、インターセプト、並びにデュエルってところが、J1 の中でもこうぐん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 伸びてきて、今特にインターセプトなんて数字がトップからトップなんですよ。ほう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 、はい。で、ここは2019、20あたりで、もう21もそうなんですけど、はい、デュエルもめちゃくちゃ急増していて、はい、戦えるチームになる。戦えるチーム、なるほど。それをさらに呼び起こしてるのが、呼び起こしたのが、酒井豪徳の加入。はいはいはい。そういうのがあったみたいな、ね。確かにね。あの辺からこうギアが入りましたよね。そうなんですよ。はいはい。だから J1 ももちろん大事なんだけど、J2 で爆裂な数値残してる選手と、あとは海外のいろんなこう、ノウハウをギュって凝縮したら、なんかいいチーム出来上がってきたぞってのが今の神戸になってるわけです。なるほど、なるほど、なるほど。で、それをより濃くしてるのがこちらでございます。うん、はい、守備のデータ。うん、守備。はい。これ守備なので、こちらの場合は下に、左下に行けば行くほどいいんですが、横軸が、シュートを、被弾してしまってる率。うん、なるほど。なので、右に行けば行くほど被弾してるし、めちゃめちゃ減ってきてるね。そうなんですよ。左だったら被弾してない。で、縦軸がこれ、ピンチ直面率なので、上に行けば行くほどピンチ直面してるし、下に行けば行くほどピンチに直面してない。うん、多分、ざっくりこの2019、2020、レッドゾーンから2021はもう、もうちょっとで青だよってところまでも来てますから。へえ、すごくいいですね、今年はね、じゃあね。だから自分たちの方針が間違ってないってので、はい、良い。だから、やっぱ海外組とかもまた取っていきたいっていうのは、多分神戸のアプローチではあったのかな。なるほどね。しかも守備はイニエスタさんとか来てからもちょっと良くないかったりもしてたわけですね。そうなんですよ。それが今年はグッといいわけだ。一気に来たというところになっているわけです。こんな傾向がありますと。そうなんですね。はい。はい。じゃあ、ってことで、なんでじゃあ、安井さんの移籍と長友さん獲得の話になってくるのか、こちら見てみましょう。ドンと。これ現在2021年の、まあ、ほんと最近のね、まあ、番手表みたいな感じに、まあ、なっておりますと。そうですよね。そうなんですよ。まあ、ちょっと今、フェルマーレンさんが、ユーロの方に行ってますので。すごいよね。そんな選手がいるんだもんね。しかも、ベルギーの方のね、今会見で、J リーグを舐めるなっていうふうに言ったらしいですね。ああ、なんか記事なってましたね。あ、ね、ユーロの会見であれ言ってくれたんですか？そうなんですよ。あらまあ、これは、これはというところでね。はははは。で、今これできてるのがちょっと面白いのがね、まずは皆さん。まあ一応こっちに442とか4312みたいなフォーメーションあるんですけど、うん、今の神戸のちょっとキーマンとして挙げられるのが、実は、イニじゃないんです。古橋でもないんです。おサンペールさんなんですね。サンペールですか。はい。はいはいはい。このサンペールさん、イニエスタさんから古橋さんってラインがやっぱりすごいんですよ、うん。はいはいはい。だけど、その3人を生かすためにいるのが、豪家さんと山口蛍さん。彼らが中盤で、はい、奪ったりとか、その後ろ、酒井豪徳さん、初瀬さんあたりで奪うからこそ、うん、で、奪ったものサンペール、イニエスタ、古橋みたいな流れが、まあ、出来上がってきているよというところなんですよ。で、結局だからサイドで奪いたいので、ってなると、豪家さん、山口蛍さんってやっぱりそういうタックルとかインターセプトとかの数値めちゃくちゃ高いんですよ。で、酒井豪徳さんはなんならリーグトップクラスなんですよ。っていう風になってくると、ファイター型の選手がどちらかというとサイドに必要、または読みの鋭い、ちょっとそういうね、中盤ですの刈り取れる選手が必要って状態なんですよ。なるほど。はいはいはい。この安井さんは、テクニシャンなんですよね。どっちかというと、いわゆるイニエスタ側の選手というか。っていう風になってくると、なかなかちょっと使い道というか、ちょ神戸としてもなかなかいつ出そうって感じになってきてしまっていたのかなという。今の神戸で彼がハマろうと思ったらイニエスタさんのポジション取らないといけないぐらいの布陣ってことなんだ。そうなんですよ。はあ、はあ、なるほど。ただそこに今年ライバル井上志音がやってきたりだとか。なるほどね。最近ほら中盤で最近田中純也選手とか出るぐらいのレベルになっちゃってるので、今年安井さん、そうなんですよ。リーグ戦まだ90分も出れてなかったんですよ。はいはいはい。
そっか。そうなんですよ。はい、で、さらにね、これちょっと僕の見立てなんですが、元神戸の下部組織出身で今各大学に行っている、はい、泉桃也選手、もしくは山内翔選手っていう大学の今プレイヤーがいるんですけど、それぞれもしかしたら来年とか再来年とかそこら辺で帰ってくるんじゃないのかなってのもあって、ああ、なるほどね。またそう中盤に同じプレイヤー増えちゃうから、もしオファーがあったら、ってことはちょっと神戸側も覚悟してたんじゃないのかなってのが、考えられるところではございました。なるほどね。はい。へーへーへー。そしてもう一つ。はい。長友さんを獲得した理由っていうところなんですけど、実は、まあさん、皆さん、今年の神戸、ちょっとイレギュラーのところからスタートしたんです。うん。右サイドバック専任選手ゼロ。おお。から始まったんです。ほう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 。で、結局は、もともとはセンターバックの山川選手がやったりとか、でやったり、あとさ、今、酒井豪徳選手がまあやったりとか、まあもちろんもともとできる選手ではあるんですけど、はいはいはい。でもそこら辺がハマってきたっていうのがあるのと、初瀬選手がまあやった、ならね、今台頭してきてるってところがあるから、まあいいってのはあるけど、やっぱ左多分もうちょい守備力上げたいとか、多分そういうこと今考えてるんじゃないのかな、はいはいはい。酒井豪徳さんはやっぱり左の方が得意なわけですよね。そうですよね。右は、でも遜色ないわけだ。そうなんですよ。もともと右左両方できる選手ですから。そうかそうかそうか。はいはいはい。で、ただ、あとその山川選手とか初瀬選手って、まあいろんなポジションできるので、彼らを、やっぱ5人交代ってのがあえてベンチで置いといて計算立てられるにしておいて、右酒井、左長友なんて豪華な布陣作れたら、もう絶対サイドで負けませんから、はいはいはい、そういうことをやりたいんじゃないのかなと、なね、はい、思われますと。はいはいはい、だ神戸、だから長友さん実現したら、ちょっとあまりにもより強くなるチームにはなるんだろうなと思います、ね。また人気面でもね、お客さんも呼べますし。そうなんですよ。あと何より奥様が兵庫出身。はい、うん、あら、これは大きなファクターですね。先生はそういうの調べ上げるから、なるほどね。いや、そうなんですよ、ね。奥さんの意向というのはやっぱ大きいもので、しかもね、お子さん3人、ちっちゃいんでしょ？そうなんですよね。で、おばあちゃまとかもね、近くにいた方がっていうこともあるでしょ。そうなんですよ。ああ、なるほどね。あるんじゃないのこれ。あるかもしれない。だけど、ね、神戸はだから、マルセイユと対決しなきゃいけないって状態なんで。ああ、そっかそっかそっか。まあ、さて、どうなるか。なるほどね。はあ、ちょっとでも噂としては非常に面白いですよね。そうですね。夢のあると言いますか。はい、そうですね。なんで神戸が長友選手であるかどうかまだ分かりませんが、まあこんな感じになりそうだと。なるほど。そして最後に今日は町田の話もしてほしいです。はい。なんで町田は安井選手を獲得したのか、ドン、こちらでございます。これね、もう皆さん町田にぜひ僕は拍手をしてほしい。はい。今の町田ゼルビア面白いんですよ、まず。はい。皆さん、うん、町田の、強化部の方々がすごく、すごくて、はい、今の特に東京オリンピック世代とか、パリオリンピック世代に対するスカウティングの意識めちゃくちゃ高いんですよ。ほう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 。ちょっとそこに何人か名前挙げましたけど、なるほどね。はい、今在籍してる平戸選手とか高江選手とか、もともとそれぞれ高校時代から見てるんですよ。うん。まあ、ゼレビアのその強化部の。あ、そう、はい、そうですか。はい。そうそう。だから、取れるわけじゃないかもしれないってところでもずっと見てて、毎年毎年どうやらアプローチしてたらしいんです。ああ。これやっぱね、行けなくても選手っていうのは毎回言ってきてくれるなっていうのがあるらしいですからね。そうなんですよね。ああ、なるほど。で、現に高井選手はそれで東福岡の時も言ってくれてたし、はい、アプローチしてくれたしってので、まあやっぱ来たってところも結局はあって。はいはいはい。で、多分なんですけど、安井選手もそうだったんじゃないかなっていう。あ、なるほどね。下部組織だからずっと君のこと見てたよって、はいはいはい。あったんじゃないかなっていうのと、もう一個、左側に今年の、ゼルビアの図持ってきてますけど、はい、ボランチライン見ていただきたいんですね。佐野選手と高江選手がスタメンなんですが、はい、実はこの、もし安井選手がいなかった場合、高江選手の控えってのが、いないんですよ。なるほど。でも、こんなね、これから今 J1 目指してるってチームですし、控えなしはきついよね。だそこにスンとこう持ってきたんじゃないのかなと、はいはいはい。いうところですね。でも、しかもこの平戸、吉尾、高山、安井、佐野とかも全部そうですけど、みんなここにいるの東京世代ばっかりなので、ね、本当ですね。未来志向のチームだ。そうなの。この世代で J1 に行こうっていうね。そういうことですね。ということですよね。
これ海外でもよくあるのが、同じ世代で揃えると昇格とか上位進出しやすいってのがあるので、うんうん、はいはいはい、テレビはそれ狙ってるんじゃないのかなって。町田の黄金時代をまずここで一個作ろうという、うん、そうなんですよね。そう、気づくメンバーが彼らなんじゃないのかな。これでも安井さんもやりがいのある仕事なんじゃないですか。そうですね。しかもやっぱり中盤でそのパス連携していく技術とかに関しては、はい、J1 でも屈指のレベルだっていうレベル、あれなので、なんかこれ、そこに町田入ってとこなると、やっぱかなり中盤強くなるのかなと思うから楽しみでございます。いっぱい学んできたこともあるわけですもんね、神戸でね。そうですね。はい、なるほど。というお話でございました。わかりました。ありがとうございました。わ、はい、かりやすかったです。ということで、ミロアカ毎日やってます。いろんなテーマでやってます。チャンネル登録、そしてね、この、動画もね、楽しんでいただいたということは、方はグッドボタン応援していただきたいと思いますということでチャンネル登録よろしくお願いいたします。井上真央でございました。野見佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた聞いてくださいね。ま、今日もいい一日を。それでは。